はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、300円オフ、折り紙ペイ新金の口座登録でお得なクーポンがもらえるキャンペーンということで、今回は折り紙ペイでお得なクーポンが発表されたのでお伝えしていこうと思います。ということで、今回はこちらですね、新金の口座を登録すると、先着で5万名様に300円オフの折り紙クーポンをプレゼントということですね。日にちは少し先ではあるんですけども、2019年の7月の16日から9月の30日までとなっています。なので、信用金庫をお持ちの方であれば大丈夫ということですね。流れはざっとこんな感じですね。1、各信用金庫で口座を開設。もしですね、信用金庫お持ちの方はその口座情報をまず準備します。そして2番、折り紙ペイに口座情報を登録して、3番、先着で折り紙クーポンをもらうという流れですね。詳細なんですけども、まず税込みで310円以上の支払いで利用が可能なクーポンとなってます。次に、1人1回までですね、複数の口座を登録しても1枚のみしかもらえません。そして、クーポンは登録から2週間以内に配布されるということになってます。そしてここからなんですけども、信用金庫の登録から口座の選択までなんですけども、まず1番、ウォレットというところをまずタップして、で2番、金融機関の口座の登録をタップします。そして3番で、〇〇信用金庫というご自身がお使いの信用金庫を選択して、4番で画面の指示に従って本人確認を行います。5番、口座振替申込書手続きをして、6番、これで口座の登録が完了ということですね。あとは、ウォレットの画面にて支払いに使用する口座を登録という流れになってます。ちなみに現在、折り紙ペイでは支払いを金融機関口座とつなげれている場合は、常に支払うごとに 3% オフになります。なので、もし今回の信用金庫とつなげた場合はこれに該当しますね。そして、クレジットカードもしくはデビットカードの場合だと、常に 2% のオフで、ご自身のクレジットカード、あとはビザプリペイドカードのキャッシュと組み合わせて使われている方も結構いらっしゃると思います。まあ、ぜひですね、ご自身に合った方法で折り紙ペイをぜひ試してみてください。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。